あの時は確実に楽しい時間帯がすごくあったんでね、まあ、いろいろこうねばならない的なこうものが頭の中にいっぱいある時っていうのはやっぱりそっちにとらわれてるんで、とらわれてるというか、まあ、そうしなきゃいけないっていうのがあるんで、なかなか楽しいみたいな気持ちになることはないんですけど、まあそこから先、そこを超えた先っていうのに来れた時はまあ楽しい。